藤枝マイ FC 徹底応援番組東本マイ FC。 Gスカイ FM 島田沖の皆様こんばんは。2月23日水曜日、時刻は19時30分 J3 リーグ藤枝マイ FC 徹底応援番組東本マイ FC のお時間です。皆様のお相手は藤枝マイ FC、 今期もスタジアム DJ で務めさせていただきます DJ 拓郎です。よろしくお願いします。そして私の相方はいつもの通りこちらの方です。はい、藤枝マイ FC 強化部の大迫のぞみです。はい、今日ものぞくんとともに番組進めてまいります。ゲストの選手への質問や番組へのメッセージなどを皆様からのメールお待ちしております。番組中でもどんどん送りください。それではのぞくんお願いします。はい、メールの送り先はマイ FC アットマーク g-sky765.jp myfc アットマーク g-sky765.jp まで送ってください。ファックスの方は054-732-9162までお願いします。はい、ありがとうございます。まずは前回放送2月9日から今日までの間に発表されました藤枝マイ FC のニュースからピックアップしてお届けいたします。まず2022シーズンのキャプテンが決定しました。背番号15番杉田正彦選手、そして背番号2番の川島信行選手のダブルキャプテンということなんですね。のぞくんね。そうですね、はい、須藤監督の強い希望もあって、はいはいはい、2人を中心に頑張ってくれると思います。このダブルキャプテンというのはゲームの時はやっぱどちらかが、キャプテンマークを巻くっていう形になるんですかね。まあそうだと思います、はい、どちらかに固定するというよりもそれ試合によって違ってくるみたいな感じになるんですかね、はい、なるほどなるほど。さあ、そして2月20日練習試合本田 FC とありましたが、こちら U18 から4選手が参加したということで、いよいよ藤枝マイ FC も下部組織の選手がこうトップチームの練習に参加したりとか、そういう状況になってきたということでいいんでしょうか。そうですね、ユースチームも見させていただいているので、はい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 、近い将来トップチームに上がる選手が出てくることを期待します、うん、楽しみですね。さあ、そしてオープニングでありますが、今日ちょっと残念なお知らせがあります。この番組東根前市放送開始から実は今日でちょうど丸1年、来週というか次回の放送からですね、2年目に突入するんですけれども、いつもこうして私を目の前でサポートしてくださっていたのぞくん、まあ、今後許可の方に少し専念されるということもありまして、本日をもって番組出演の方は一旦終了ということになりました。というわけでのぞくん宛にも皆さんメッセージどんどんお送りください。のぞくんのねコメントは番組終盤でいただこうと思っております。というわけで今日も J3 リーグ藤枝マイ FC 徹底応援番組東根マイ FC スタートいたします。今日のゲストは2022シーズンからの新加入、久保藤次郎選手と榎本圭吾選手です。藤枝マイ FC の J2 昇格目指して一緒に盛り上がってまいりましょう。東根マイ FC、 この東根マイ FC では毎回藤枝マイ FC のどなたかにゲストとしてご出演いただき、いろいろ話伺ってまいります。というわけで今日のゲストの方から自己紹介いただきましょう。お願いいたします。はい、背番号24番ミッドフィルダーの久保藤次郎です。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。そして背番号27番ミッドフィルダー榎本圭吾です。よろしくお願いします。はい、今日のゲストは藤枝マイ FC 背番号24番ミッドフィルダー久保藤次郎選手、そして背番号27番同じくミッドフィルダー榎本圭吾選手ですが、このお話じゃない、お話伺っていく前にこの番組のルール説明があります。この番組は番組への積極的な参加をお願いしております。とにかく番組を楽しんでください。ただあんまり調子に乗って適当なことばっかり言うのもダメです誠実に楽しんでくださいということで、あんまりね楽しんでくれてないなとか、すごい適当なことばっかり言ってるなとかなりますと、イエローカードが出ますので、イエローカードが出ると後ほどこの YouTube 用の映像の方で一発芸を披露していただくことになりますのでご注意ください今までに一発芸を披露した選手は何人かいますはい、よろしくお願いします。早速お話を伺ってまいりましょう。前半は久保藤次郎選手のお話を中心に伺っていきますが、もちろん榎本選手も参加していただいて構いませんので、はいはい、まずはプロフィールからです。久保藤次郎選手、1999年4月5日生まれ、愛知県出身、帝京大学蟹高校から中京大学に進学し、2022シーズン藤枝マイ FC に新加入ですが、昨シーズン特別指定選手として藤枝マイ FC の公式戦に出場し、すでに2得点というプロフィール、間違いないでしょうか。はい、間違いないです。はい、よろしくお願いいたします。まあすでにね、久保藤次郎選手には藤次郎選手という呼び方でもいいですか今日、はいはい、藤次郎選手には去年もね番組に電話という形でしたけど出ていただいているんで、まあ、改めてまたお伺いすることにはなってしまうんですが、やはり一応新加入ということですので、皆様に向けてですねご自身のプレーの特徴ですとか、そういった部分を教えていただけますでしょうか。はい、自分のプレーの特徴は、
とにかく走って背後への抜け出しだったりでチームを活性化させることです。すで、うん、にね去年の試合からその片鱗が見えていましたけれども、去年試合に出てみてご自身の手応えとしてはいかがでしたか？まあ、最初はすごい緊張してたんですけど、なんかちょっと噂聞きましたデビュー戦相当緊張してたって噂聞いてて、はい、もう息もすぐ上がっちゃってたりしてたんですけど、はい、まあ本当後期初めて点取ったあたりから、うん、まあ、徐々に雰囲気だったり慣れてきて、まあ、徐々に自分のプレーは出してきたのかなって感じです、うん、実際東次郎選手が出てなんかこう流れが変わったなって試合も結構あったと思うんでね、本当に期待しております、ね、はい、ありがとうございます、ね、さてさて、今日のお二人なんですけれども、お二人意外と共通項が多いですよね。同じ血液型で、まあ、同い年ですよね、はいはい、でしかもお二人とも、愛知県の大学に通っていたということですけれども、お互いに対戦したら手強そうというクラブ の、 あの選手プロフィール欄の質問にお互いを書いてるんですよね、まあ、これ逆に久保選手の回なので、これ榎本選手に聞こうかな。榎本選手から見て久保東次郎選手の手強そうなところってどういうところですか？うん、まあ、ドリブルとかも仕掛けてくるし、はいはい、あとはもう背後に走れるんで、まあ、そこついていかなきゃいけないっていうのもあるんで、まあ、手強そうっていうのと、まあ、4年間ずっと同じリーグで戦ってたんで、はいはい、ちょっとまあ自分の特徴とかを分かってる感覚があるんで、うんうんうん、そこはまあやりづらいのかなっていうので挙げさせてもらいました。あ、じゃあもう大学時代からお互いこう面識はあったわけですね。はい、はい、なるほどなるほど、そうですか。そう言われていかがですか、手強そうと言われて。いや、まあ自分も本当あの敬語のことは手強いと思ってたので、はいはい、まあ、逆にそう思われてたってことはすごい嬉しいです。うん、やっぱり選手としてはこう手強いと思われるっていうのは嬉しさでもあるっていうことですね。はい、はい、ありがとうございます。あの今期から背番号が24番になりました。この24番にした理由を教えていただけますでしょうか？はい、まあ、去年で大学の先輩である那須川選手が引退しちゃったんですけど、はいはい、まあ、その24番を受け継ぐ形で、うん、なるほど、つけさせてもらいました。あ、じゃあもう自分から迷いなく那須川選手の番号をいただきますという形、はい、ということなんですね。そうですか。那須川選手、まあ、引退される際に何かこう東次郎選手に言葉をかけてくれたりとかありました？そうですね、まあ本当期待してるから頑張ってくれと声かけてもらいました。東次郎選手からはどういうふうに返したんでしょうか？本当半年しかできなかったですけど、うんうん、まあ、すごい貴重な存在で、うん、もう見習うべき先輩だったので、本当那須川選手のようになれるように頑張りますと言いました。はい、嬉しかったでしょうね那須川選手もね、多分喜んでたんじゃないですか？はい、喜んでくれてたと思います。あんまりね、さっきから足バタバタしないようにね、榎本選手ね、イエローカード出しますよ。あんまり足バタバタしてるとゴツゴツゴー音がするんでね、のぞくんね、あ、落ち着きがないですさあ、ここでメッセージいただいておりますのでご紹介しましょう。久保東次郎選手への質問です、はい、ホームページのプロフィール欄に蹴っ飛ばし小僧がもっと人気者になるためにはの質問に、ドアラのようなパフォーマンスをすると答えていましたが、もしかしてドラゴンズファンですか？いや、全然野球は見ないです全然関係ないです。自分もドラゴンズファンなので、ドアラのフレーズが出てきてちょっと嬉しかったですというメッセージでしたすいません、なんかまあ、愛知県出身なんでどうやら知ってはいるっていう感じということです。なるほど、わかりました。そしてもう一つメッセージいただいておりまして、ずっと欲しかった東次郎選手のユニフォーム、去年は販売なかったんですが、やっと買いました。スタジアムに来ていくのが今から楽しみですというメッセージをいただいております。ありがとうございます。はい、嬉しいですね、なんかこういうメッセージいただけるっていうのはね、はい、さあそして、それぞれ相手を動物に例えてくださいとあるんですけれども、これはじゃあ榎本選手に聞こうかな。東次郎選手を動物に例えると、まあ、ちょっと馬力もあるんで馬とかじゃないですか？あ、なるほどそう言われてご本人としてはいかがですか？いや、まあぴったしだと思いますある意味こう突進力というのはこう自分の売りということですよね。まあ、そうですね、はい、はい、ありがとうございます。さあ、プライベートのこともちょっと伺っていきたいんですけれども、これもクラブのプロフィールに、もしサッカー選手じゃなかったら宮大工というふうに書かれてましたけど、この宮大工書かれているのはどうしてですか？宮大工は昔からちょっと建築みたいな、はい、建築関係がちょっと好きで。あ、そうだったんですね、はい、テレビのビフォーアフターだったりとか、そういうのすごい好きで。特にご実家が宮大工の家業代々とか、そういうことじゃないです、はい、なるほどなるほど。さあ、そして今飛び込みで質問が来ましたね。
東次郎選手の所属したフットサルチームボボブラジルの総監督です。東次郎今年は何点東次郎今年は何点目標ですかという。これは本当なんですかね、はい、本当です、はい、いつもお世話になっております。なるほど、はい、今年は何点目標ですかというメッセージです。はい、今年は2桁10点を目標に頑張りたいと思います。素晴らしい。サポーターの皆さんも手を振って喜んでくれております。さあ、さあ続いて伺いましょう。あのプライベートの時間、まあ、こちらに来て一人暮らしということですけれども、はい、今どんな風に過ごされていますか。なんかさっきね、あの番組始まる前に料理結構されてるなんて話もありましたけど、はい、まあ、オフの時は基本はまあどこにも行かず、うんうん、家でゆっくりしてるっていうことが多いですね。家でゆっくりというのはどんな風に、何かこう DVD 見たりとかそんな感じですか。そうですね、あの携帯で YouTube 見たりとか本当にゆっくり過ぎていくの待ってるような感じです特にこう何をするって決めることもなくっていう感じ。そうですね、はい、うん、やっぱのんびりする時間も必要ですからね、はい、さてこちら広報伊藤さんから裏情報をいただいておりまして、今年からサインを変えたと、はい、しかもなんかかなり熟考して何度も練習をしていたというのを聞いているんですが本当なんですかそれは。はい、本当ですいいサインになりました。まあ納得はあんま言ってないですけど、まあ決めました。せっかく考えて練習までしたのに納得は言ってない、はい、じゃあもしかしたらシーズン中に変わる可能性もあるんですか。また変えちゃうかもしれないですなるほどなるほど。じゃあいろんなバージョンの東次郎選手のサインを集めるっていうのも面白いかもしれないですね、はいはい、さあリクエストいただいておりますけれども、こちらのリクエスト東次郎選手何かこう思い出とかある曲なんでしょうか。これは選手権、僕の大の選手権でのテーマソングの曲です、うんうん、なるほど、はい、そしたらじゃあご紹介いただいてもよろしいですか。はい、リトルグリーンモンスターのいつかこの涙がです。藤枝前 FC 徹底応援番組闘魂前 FC、 本日は藤枝前 FC 背番号24番ミッドフィルダー久保東次郎選手、そして背番号27番同じくミッドフィルダー榎本圭吾選手を迎えしております。後半は榎本圭吾選手のお話中心に伺ってまいります。まずは榎本選手のプロフィールからです。1999年9月5日生まれ、千葉県出身、僕と同郷です。ジェフユナイテッド市原千葉の U18 から東海学園大学に進学し、2022シーズンより藤枝前市に新加入というプロフィールで、間違ってないでしょうか。はい、大丈夫です、はい、先ほどなんかね2人大型で同じなんですよねって言ったらえみたいな顔してましたけど、お互い知らなかったって感じですか。知らなかったです。そうなんですね、はい、意外ですね、知ってるのかと思ってた。意外とね、でも本当お二人のプロフィールこう並べてみてると共通項多いんだなっていうのを感じるんですよね。でもその反面なんか正反対っぽい性格にも感じるんで、そういうところも面白いなと思ってたんですけどね。どうですか榎本選手その辺は。いや多分そうだと思いますよ、全然多分違う性格してると思いますそこが逆に面白いですね。なんか ね、お二人気は合う感じですか。結構、まあ、ここで合わないとは言えないですよね合わないですさあお話があっていきましょう。まずはじゃあ榎本選手、自己紹介代わりにご自身のプレーの特徴を教えてください。自分のプレーの特徴はとにかくドリブルです。もう本当ドリブル、ちっちゃい頃からドリブルしかしてこなかったんで、うんうん、もう本当ドリブルを見てもらえたら嬉しいです。なるほど。ちなみにドリブルはどういう練習をしたら上手くなるんですか。いやそこが分かんないですよね。常にずっとボールを触ってた感じなんで、うんうん、なんか練習っていう感覚はなかったです。まさにあのキャプテン翼を地でいく感じですね。ボールは友達。そうですね、それよく言われますそうなんですね、はい、それは素晴らしいですね。なんかかっこいいな。さあそんなドリブル少年だった榎本選手ですけれども、幼い頃こう憧れてた選手とかっていうのはいますか。いやお兄ちゃんですね、うん、お兄ちゃんも一応サッカー選手になってたんですけど、はいはい、まあ、ちっちゃい頃からずっと一緒にサッカーしてきて、まあ、叶わなかった相手なんで、うんうんうん、まあ、憧れですね。じゃあお兄ちゃんも結構ドリブル派。お兄ちゃんも全く一緒です。なるほど。じゃあそれを見て僕もああなりたいと思って一緒にやってたという感じなんですね。今現在で目標とする選手はいますでしょうか。プレミアリーグ のアザールっていう選手なんですけど、うんうんうん、あの選手も、まあ、ドリブルがすごいんで、はい、まあ、一回なんかワールドカップのブラジル戦かなんかでドリブル成功率 100% 出したんですけど、それがすごくてちょっと俺も出したいなっていうのはあって憧れてますね。うん、いいですね、期待しております。そのドリブルをぜひ試合で披露してくださいね、はい、藤枝マッシーからオファーがあったわけですけれども、多分この僕の目の前にいる野添くん
から声がかかったんだと思うんですけれども、はい、その瞬間どう思いました、まあ、嬉しかったっていうのもあるんですけど、はい、もうずっと仲良かったんで東次郎と一緒かなって思ってながら思ってました、うんうん、なるほど。あ、じゃあもう先に東次郎選手にオファーが行ってるのは知ってたっていう感じなんですね、はい、で先に多分決まってて、はいはい、って感じですね、うんうんうん、のぞくんどんな部分で榎本選手にこう声をかけようと思ったんですか。いやもう本人が言う通り、はい、ドリブルですね、うん、本当に藤枝としてドリブルができる選手がなかなかいない中で、はいはいはい、本当に魅力的な選手がいたなと思って声をかけました。さっきねちょっとあの曲の時にも話してましたけど、野津君からしてみるとこう2人が初めてこう自分が獲得に動いた選手ということで、ね、そうですね、はい、ってことで思い入れもすごく強いんじゃないですか。そうですね、本当に今年来てくれた特に大学4年卒業生の、うんうん、久保、榎本、中井、金浦の活躍がすごい、はいはい、今年は大事かなと思います、うん、この4選手が結婚するなんてところはのぞく泣いちゃうかもしれないですお父さん的感覚になっちゃうかもしれない。ご祝儀はちょっとでさあメッセージもいただいておりますのでメッセージの方ちょっとご紹介したいと思います、どこ行っちゃったかな。あ、こちらでした、ごめんなさい。榎本選手に、質問です。昨年の秋開催された東海学園大学の試合の観戦行きました。ドリブルがとても印象的でした。帰りに少しお声かけしようと思いましたが、みんなお揃いのジャージで歩いてたのでちょっと分かりませんでした。スタンドで東海学園のチームメイトさんが試合の様子撮影してたので藤枝前市のサポーターで榎本選手見に来ましたと伝えておきましたが、何か聞いてますかということなんですか。いや何にも聞いてないですねすいません。それはちょっとチームメイトにイエローカードで言っときますでもなんかねこうして試合見に来てくれてたって嬉しいでじゃないですか。ありがたいです、ね、本当に、うん、さあさっきねいただいてた質問これをじゃあ東次郎選手に聞きましょう。榎本選手は動物に例えると何になりますか。いや本当シンプルですけどやっぱ犬ですかね、うん、すばしっこすぎて。やっぱりじゃあドリブルが得意というだけあってすばしっこいんですね、はい、すばしっこいです。楽しみだな、早くスタジアムで見たいですねお二人を。さあそしてですねごめんなさいちょっと話が戻っちゃうんですけれども、まあ、毎週の練習にもすでに特に参加されてるわけですけれども、大学生の時と比べて大きく違うなって感じる部分はどんなところですか。やっぱスピード感っていうのは一番最初に感じましたね。全然速いなっていうのは感じました、うんうんうん、あとはまあ自分の大学はすごい個性がある選手が多いんで、はいはい、ちょっとまあそこの違いはちょっと感じましたね。うんうんうん、藤枝前市の選手あんまり個性がないなっていう。個性がないってわけじゃないですけどす、ね、ちょっと個性が強すぎる選手が多分大学は多いんで。ああなるほど、それがまあ印象的です。まあ、大学のこう自由さっていうのとまたやっぱりプロっていうのだとちょっと違ってくる部分なのかもしれないですね、はい、それはね。なるほどなるほど、ありがとうございます。さあそしてクラブのプロフィールの方にこの中で始めたことヨガってありますけれども、これは何がきっかけでヨガを。いやなんか先輩がやってたのがまあ一番のきっかけなんですけど、ほいほい、ちょっと自分も体をうまく扱えるようになりたいなと思ったり、うんうんうん、あとなんかリラックス効果があるっていうのを聞いたんでちょっとまあやってみようかなっていう感じで始めましたね。これは部屋で一人でやってるってことですか。それともどっか一回教室かなんかに行ってみて。部屋で一人でやってます。あ、そうなんですね。なんかいろいろ三点倒立とか、はいはいはい、あとヨガのポーズとかを今練習したりして、はいはいはい、あ、なんかヨガのポーズっていろいろありますよね、はい、なんかグランドでもやってたんですけど。あ、そうなんですか、はい、他の選手からそのヨガについての評判は何かありました。いやなんかすごい、まあ、なんかやってんなって感じじゃないですか、わかんないですけど特にコメントは今のところなくって感じですかね、はいはい、続けているとそのうち何やってんのみたいな話になるかもしれないですよね、はい、面白いですね、それでもね。さあそしてもう一つメッセージをいただいておりますのでこちらご紹介しましょうか。これはラジオネームがないのかな。最近私仕事でやらかしてへこみ、なかなか寝るだけで切り替えができず困っています。気持ちの切り替え方法を教えてくださいということなんですけれども、榎本選手何かありますか、気持ちの切り替え方法。あ、自分あんまそういうなんですか悩みとかを感じないタイプなんで、ほうほう、難しいですけど自分の好きなことをとことんやるとかがいいんじゃないですかね。自分だったらまあサッカーですけど、それがでもじゃああんまり榎本選手はこうへこむとかっていうのはないっていう。へこむとかはないですね。ちょっとなんかへこんでるぐらいだったらサッカーします。なるほどなるほど。あ、ごめんなさい、今いただいたのはラジオネームなこさんからのメッセージでしたね。さあそしてですね、こちらも広報伊藤さんからの裏情報をいただいておりますが、先ほどの東次郎選手と真逆、サインを即興で考えたということなんですけれども。そうですね、もともとサインとか持ってなかったんで、はいはい、まあ成り行きで
まあ、ちょっと自分の名前をごじった感じで作りました、はいはい、あのひらがなの絵とのってことですよね。そうです、もうシンプルで。あれは何分くらいで考えついたんですか？もうすぐですね、家帰ってから考えたんで。ちなみに戸次郎選手は何時間ぐらい考えたんですか？いやもう1ヶ月以上ですものすごい差ですねこの2人の対照的な感じが非常に面白いですねさあちょっとね時間迫ってきてしまっているので、じゃあ榎本選手からもリクエスト曲について伺いたいんですけれども、こちらリクエストいただいたのはシンプルにこのアーティストさんの声が自分好きで、うんうん、よくまあいろんな曲聴くんですけど、この曲映画で聴いてすごいいいなと思ってよく聴いてた曲なんで、はい、まあ結構お気に入りです。じゃあぜひ曲紹介お願いいたします。ミスターチルドレンさんの足音 B ストロングです。東本曲げ FC お送りしてまいりました。藤枝マイシー徹底応援番組東本曲げ FC、 そろそろお別れの時間近づいてまいりました。ではここで今日のゲストのお二人から番組のリスナーの皆様、そしてファンサポーターの皆様に向けて一言ずついただきましょう。ではまず東次郎選手からお願いします。はい、あと3週間後ぐらいに J3 開幕しますが、今年は本気で J2 昇格を目指していくので、ぜひスタジアムでに足を運んでいただけると嬉しいです。応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そして榎本選手もお願いいたします。まあ、今年、まあ、自分プロ初めてなんですけど、しっかり自分のプレーを、ファンサポーターの皆様に見せれるように、そして結果でしっかり J2 昇格っていうのを達成できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、とってもしっかりした受け答えを2人ともしてくださって、これからが本当にね楽しみなんですけれども、さあ、あの番組の冒頭でもお伝えしました通り、今日までこの投稿前 C で私をサポートしてくれていた野津くんが本日をもって番組出演一旦終了ということで、今後強化の方に専念されるということになりました。さあそこでメッセージをいただいております。ラジオネームサカサッカーさん、地元チームだからと応援の気持ちで最近聞き始めました。ありがとうございます。オープニングでびっくり、大迫さんが番組卒業してしまうんですか。声が爽やかでとっても良いお声なので、もっと聞きたかった。お忙しいかと思いますが、これからはゲストとしてたまにはご出演があるんでしょうか。期待しています。1年間お疲れ様でした、というメッセージをいただいております。ありがとうございます。はい、もちろんゲストとしてね、たまには来ていただこうと思ってますので、ゲストとして来てくれた時には遠慮なく僕イエローカード出そうかなと。ああ、きついな考えてきますさあ、のぞくんの方からもね、皆様にご挨拶をいただけますでしょうか。はい、本当に1年間ありがとうございました。まだ投稿前よし続いていきますので、拓郎さんと本当楽しかったので、また皆さん聞いてください。ありがとうございました。もうそんな手短でいいんですか、はい、もっと話していただいて構わないんですよ。もう東次郎と敬語にあとは振りますまあでもね、さっきもちょっとお話ありましたけどね、今年大学卒業してチームに入られる選手は本当のぞくんが声をかけていろいろ話していく中で入団を決めてくれた選手たちということで、すごく普段からこうよく話したりもするんですか。はい、どうしてみんな結構話しますね、はい、プレーのことも、うんうん、まあ、あとは新人教育もしてるので、はいはいはい、新人研修も担当しているので、立派な大人に育ってもらいたいです。なるほど、はい、まあね、ちょっと残念なのは、のぞくんがプレーしてた頃を2人はあまり見てないということにはなるわけですね。見たことないです正直だなそこで一、いや何回か見ましたって言うかと思いきやゴール集見てほしいですねそうですね、もうのぞくんのゴールすごいかっこいいのいっぱいあったいや本当の話ですよこれ。戸次郎選手ものぞくんのプレーは見たことがないっていうことですか。はい、すいません。藤枝ましの背番号10番を背負ってね、非常に活躍していたので、はい、お二人のね、どちらかがこの後もしかしたらのぞくんの番号を背負うこともあり得るわけですよね。そうですね、うん、もう結果で10番をつけてほしいですね。はい、ぜひ10番をつけてもらえるようになってほしいですね。まあ、10番嫌いっていうんだったらまた話は別なんですけどねはい、そしてごめんなさい、ラジオネームも、ゴアさんからメッセージいただいておりますが、お互いのプレーで見習いたいと思うところありますか、というメッセージありますけれども、じゃあ榎本選手からお願いします。背後へのランニングですかね。自分あんまりランニングとかしてボールをもらわないタイプなので、うん、足元でちょっと受けたがっちゃうので、まあ、そこは見習っていきたいなっていう。はい、東次郎選手はいかがですか。まあ、仕掛ける姿勢とメンタルですかね。なるほど、はい、ありがとうございました。さあ時間がねだいぶ迫ってきてしまいました。次回は3月9日水曜日放送、 J3 開幕3日前となります。というわけで J3 FM 島田でまたお会いしましょう。ここまでの相手 DJ 拓郎と藤田真一強化部の大迫のぞみでした。最後は全員でいきましょう、せーの、さようなら。